もうあんたの時代は終わってんだよ。邪魔者はさっさとやめろよ。年下の上司の罵倒に、50代後半の私は何も返す言葉がなかった。それは私自身が痛感していることだったからだ。私は年下上司の言葉を受け入れ、退職願いを提出した。はい、ご苦労様。私の手から退職願いを奪うようにして受け取り、適当な返事をする年下上司。ところが、その直後、年下上司の手から退職願いを取り上げる人物がいた。一瞬ポカンとした年下上司だったが、その人物の言葉にガタガタと震え出した。私は吉川正義。とあるアパレル会社に契約社員として勤めているパタンナーだ。畳屋の家に育った私は、幼い頃から畳職人である父の作業場に行っては、そこに置いてある畳用の大きなミシンでカチャンカチャンと縁を塗っていく様子を眺めているのが好きだった。ミシンを好きになったのはその頃からだったに違いない。そのうち母親のミシンを使って布を縫うことにはまり、高校の頃には市販のパターンを買ってきては自分で服を作るようになっていた。綺麗なギャザーを作るにはどうやって縫おうか、布の素材はどうするかと、あれこれ考えることがこの上なく楽しい作業だった。パタンナーという仕事があると知った時には、転職だと直感的に感じた。専門学校に進学し、卒業後は日本のトップメゾンで5年勤務した。その後、フリーランスでキャリアを積もうと、必死で営業活動をし、アルバイト並みの報酬で、様々なデザインのパタンナーをしまくっていた。その経験が力になり、現在につながっている。この会社に入った頃は、社長と数名のデザイナー、パタンナーは私一人という状況だった。現在では若いパタンナーも増えて、50代後半の私はその中では最高齢だ。同期が転職したり、独立したりする中で、私は変わらず、ここで、二回り以上年下の後輩たちと仕事に励む毎日を送っている。それは充実した日々ではあるが、気がかりなこともあった。それは、私自身の作業スピードだ。パタンナーと一口に言っても、それぞれ仕事の姿勢ややり方は異なっている。私はもともと、デザイン画とじっくり向き合う時間を重要視しているタイプなので、人よりも時間がかかる。ただ、それを踏まえてみても、50歳も後半に差し掛かろうとしている私の作業スピードは、若い頃に比べて大きく落ちているような気がしてならなかった。それでも、こんな私にも後輩の子たちは、いろいろとアドバイスを求めてくれることもあり、なんだか、嬉しく感じる今日この頃だった。そんなある日、中島係長という男が、新入社員でありながら係長という異例の待遇で入社してきた。彼は中島専務の一人息子で、まだ20代。大学を卒業後、すぐに入社してきたのだ。明らかなコネ入社の彼をどう扱っていいのか、みんなが戸惑っているようだった。そんな中、入社後しばらくして、彼はあることで注目を集め始めた。真っ先に私に弱音を吐きに来たのは、パタンナーチーム A のリーダーを任されている女性パタンナーだった。パタンナーは2つのグループに分かれていて、リーダーはその都度みんなの進捗状況や問題点などをまとめて上司に報告する役目がある。ちなみに、私はチーム B のリーダーを担っている。吉川さん、聞いてくださいよ。まだ席にいた私に、ひそひそと不満げな様子で話しかけてきた。彼女はいつも朗らかで、こんな表情は見せたことがなかった。何かあったのか？
驚いている私に彼女が続ける。係長のやつ、最近うちのチームの作業場に入ってきて、みんなのとこうろうろしては嫌味みたいなことを言って回るんです。彼女の話によると、不器用だね、大丈夫？君の服の色、去年の流行りだったよね。この素材を選んだんだ、ふーん、などなど、センスや個人を小馬鹿にするようなことばかりを言ってくるのだそうだ。おかげでパタンナーたちは作業に集中できず、そのクレームがリーダーの彼女のもとに集まっていた。彼については他にも、一日中席にいると思えば仕事をしている風でもなく、ファッション誌をひたすらに読んでいると他の社員から聞いたことがあった。私のチームにはそんな風に介入してきたことはないな。手が空いたら少し A の様子を見に行くよ。ありがとうございます。耐えられなくて休む子も出てきちゃってて。チーム A は新人の子たちが多くいるチームで、中堅社員はチーム B に偏っている。そのせいもあり、彼もチーム A に口を出しやすいのかもしれない。出社できない社員まで出ているとなると、さすがにまずいな。その日、作業が一段落ついたところで、早速チーム A の作業部屋へ向かった。中へ入ると、みんなが作業に集中していて、リーダーが私に気づいて声を上げた。吉川さん！その瞬間、一同にほっとしたような空気が流れ、先ほどは、雰囲気が張り詰めていたのだと気づいた。私は邪魔にならないように気をつけながら、休んでいるという社員を確認し、デザイン画を出してもらった。作業が大幅に遅れているわけではないと分かり、少し安心する。今週中に来てくれれば、まだ間に合うかな。そんなことを考えていた矢先、引き戸がガラガラと開く音がした。心なしか周囲に緊張が走る。そこには係長が立っていた。係長はすぐに私がいるのに気づいて眉間にシワを寄せた。ちょっと、どうしてあなたがここへ来ているんですか？トゲのある言い方をしながらこちらへ向かってくる。そして乱暴に私の手からデザイン画を取り上げた。勝手なことしないでください。チームへ戻って、冷たく言い放つ。私が呼んだんです。数名休みが出てこちらも困っているので。明日はさすがに来るでしょう。体調不良だっけ？作業も別に遅れてるわけじゃないのに大げさだよ。だいたいこんなおっさんに何ができんだよ。後半は独り言のようにけれども、はっきりと私に聞こえるように言った。部屋の中が凍りつくのが分かり、私は明るい声で言った。そうですね。係長は言うように、作業もそんなに遅れていないようなので、私は退散しますね。去り際に係長が、ふん、と鼻を鳴らすのが聞こえた。何ができんだよ、という言葉が、今の私には耳の痛い言葉だった。この会社で、これ以上私に何ができるのだろうか。その日のうちに珍しく係長はチーム B の作業部屋へやってきた。一直線に私のところへ向かってくるのが分かった。吉川さん、新人の作業状況なんか確認する暇あんの？あんたこそ、ほら、進みが遅いんじゃないの？私の作業台を眺めながら言った。スピードは遅くなっていても、作業は順調に進んでいた。まだ現場経験の少ない係長に諭すように言った。パタンナーの時間配分はそれぞれ違います。納期までの時間はちゃんと計算できています。計画表も提出しているはずですが。日頃から私が報告しても、はい、と受け取るのみで、中に目を通している様子がなかったことを思い出していた。だからってどうして他のチームに来るようなことするんですか？
ただの契約社員にしては出しゃばりすぎでしょ。私は言うならば今しかないと思い、係長の目を見て注意を促した。A の雰囲気がね、係長の指摘を受けてギスギスしていると相談を受けたんです。少しコミュニケーションの方法を変えてみてはどうですか？係長は苦々しい顔をしながら強い口調で言った。他のチームに口出せるほどあんたは暇ってことですね。作業部屋の空気が変わるのが分かった。同僚がつかつかとやってくる。係長さん、さっきから目上に対してその言葉遣いどうかと思います。は？目上とか関係ないですよ。私は上司なわけだし、部下に仕事をさせるのが仕事ですから。そして去り際、吉川さん、お茶持ってきてよ。と言い残した。あんな若造ほっといて作業しましょう。現場のこと何にも分かってないんですよ。憤りは私も同じだったが、どうして彼があんなにいつも不満を抱えているのか気になった。ありがとう。みんなもお騒がせしてすみません。作業に戻ってください。みんなに声をかけ、給湯室へ向かった。係長の元へ行くと、そこ、と目線で合図を受けて、机の上にお茶の入ったマグカップを置いた。帰ろうとする私の背中に向かって、ちょっと、服装にも少しは気を使ってくださいよ。そんな暗い色、全体の雰囲気が悪くなるっしょ。ああ、ちょっと地味だったかな。形が気に入っているもんでね。少し明るい色を心がけてみますよ。と返したが、係長はもうすでに私から目線を外し、いつものようにファッション誌を見ていた。その後も私が近くにいるのを分かっていながら、あの人何歳なの？へえ、おじいちゃんじゃん。もう引退すればいいのにね。返答に困っている社員をよそに、これ見よがしに言っては笑った。雑用を頼まれるのは当たり前になり、できるだけ時間をかけないように処理し、自分の仕事には影響が出ないように努めた。納期間近の時期に入り、できるだけ係長とは顔を合わせないようにしていたものの、その日、私の席には係長が待っていた。吉川さん、この色の布、10種類揃えてほしいんだけど、今日中に集めといて。今までにないような雑用だった。とても短時間では片付けられそうにないと思った私は、きっぱり断ることにした。申し訳ありませんが、作業が大詰めなんです。自分でやってもらえませんか？こっちも急いでんだよ。どう考えても、理不尽な押し付けだった。あまりにも勝手な態度に腹が立ち、私は語気を強めていった。デザイナーの納期は絶対です。パタンナーとして他の用事で遅れるという選択肢はありません。しかし、振り上げた拳を下ろせなくなった様子の係長は激怒した。上司の命令だぞ！上司命令でも納期を遅らせることはできません。はん、これくらいの用事をやっただけで間に合わないのは、あんたの作業が遅いからだろう。係長の言葉に心臓が大きく跳ねた。あんたみたいな高齢者ってさ、給料は高いのに作業スピードも新人に負けるなんて、能力が劣ってるよね。もうあんたの時代は終わってんだよ。邪魔者はさっさとやめろよ。何も返す言葉がなかった。無言で一礼し、平常心を装って作業場へ向かう。この仕事を仕上げたら、身の振り方を考えなければならないと真剣に思った。それから数日後、量産用のパターン作成も無事に終えて、一通りチェックも済んだ頃、私は同僚を飲みに誘った。チームリーダーをお願いしたいと伝え、それに驚く同僚をなだめながら今後のことを話した。その日の夜、
退職届を書きながら、今までのパタンナーという仕事を思い返していた。まだやれるという思いはあった。だが、世代交代しなければいけないという決意は揺るがなかった。翌日、退職届を胸に出社すると、社員がいるはずのフロアはガランとしていた。残っていた同僚に話しかける。係長やみんなは？朝から高橋栄作氏が視察にいらっしゃってまして、係長も上役もみんなそっちに行っちゃいました。高橋栄作氏は人気ファッションデザイナーで、みんなが騒ぐのも無理はなかった。彼が視察にやってきた日に退職届を提出することになるとは、やはり必然だったのかもしれない。私は同僚に場所を聞き、上のフロアへ向かった。退職届を出す前に先に挨拶するべきだ。高橋氏のもとへ急いだ。高橋氏の周囲にはギャラリーが集まっていた。その中心では係長が目を輝かせて鼻息荒く高橋氏に話しかけているのが見えた。人をかき分け目の前に出ると、私を見つけた係長が露骨に不機嫌な顔をする。なんであんたがこんなとこに来てるんすか？すみません高橋さん、下っ端の社員まで集まってきてしまって。吉川、この間はありがとう。私は握手を求める高橋氏の手を取った。いえ、こちらこそ。少しお話がありまして、お時間あれば後ほど。何かありましたか？今話されても大丈夫ですよ。ここには係長や上役もいる。一度に報告できるならと、ここで話すことにした。私も年を取りました。そろそろ退職をと思っています。告げると、その場にいた上役たちが一斉に私を見た。みんなが青ざめているようにも見えて、予想外のことに驚く。そこへ係長が空気も読まずに言い放った。退職届は？どこ？私は躊躇せず、胸ポケットから取り出した。係長に差し出すや否や、手からさっと取り上げられた。はい、ご苦労様。それを見ていた高橋氏は、係長からさらにそれを取り上げ、ポカンとしている彼に言った。何をしているんだ。吉川がいなくなると言うのなら、私とこの会社との契約も終了だ。フロア全体に行き渡るほどの声が響く。すぐに上役たちが係長に、下がっていろと命じ、事態を収めようと大慌てになる。吉川君、考え直してはくれないか？いえ、ですが。高橋氏がうちでデザインを描いてくれているのは、君への信頼があってこそなんだよ。私が高橋栄作氏と出会ったのは、フリーランス時代。彼のデザイン画の一つを担当させてもらったのがきっかけだった。この作品のパタンナーは誰だ？私は後日、彼に呼び出された。私のデザインをこんなにも忠実に表現できたのは初めてだ。絶賛され、その後、いくつかの作品のパタンナーを頼まれるようになった。そんな日々が続いたある日、知人から、友人が立ち上げる会社でパタンナーを探している。ぜひ紹介したい。と言われ、それで入社したのが、現在まで長く勤めることになるこの会社だった。私が入社を決めると、高橋氏はすぐにデザイン画を持ってくるようになった。そのうち会社側も高橋氏と契約を結び、私が正式な専任パタンナーになったのだった。この会社を辞めるにあたって、どうしても高橋氏に挨拶をと考えていたのには、そういう理由があった。周囲の動揺をよそに、私の心はもう辞めると決心していた。それを察した高橋氏は、私の両肩を掴んだ。
考え直すんだ。その時、中島専務がその場で係長を叱責し、高橋と私の前で頭を下げさせた。息子が失礼しました。吉川さんのことを何も聞かせていなかった私にも責任があります。深く謝罪する。頭を上げてください。そろそろ潮時なんです。世代交代をするべきですよ。吉川、私は君ほど優れているパタンナーを知らない。残念ながらまだ育っていない。若いパタンナーはあなたから学ぶべきことがまだまだあるはずだ。高橋氏の目にはきらりと光るものが見えていた。吉川さん！声に振り向くと、いつの間にか騒ぎを聞きつけたチーム A のリーダーや同僚が駆けつけていた。他にも後輩のパタンナーたちが私たちの様子を固唾を飲んで見守っていた。吉川さんからまだまだ学びたいです。これからも学ばせてください。みんなが一斉に頭を下げた。その光景に涙腺が緩む。私は涙をこらえつつ、この会社にもう少しとどまってみようと思い直した。その後、これを機に私は自分にもできることはまだあるのだと、若い世代の育成にも力を入れ始めた。新人研修に参加させてもらうことになり、朝から慣れない研修の資料作りに苦戦する。するとそこへ係長がやってきた。吉川さん、少しお時間いただいても大丈夫ですか？まるで付き物が落ちたように静かで落ち着いた言い方だった。はい、休憩しようと思っていたところです。少し待っていてください。私は席を立ち、二人分のコーヒーを入れた。席へ戻り、コーヒーを渡そうとすると、数々の失礼、大変申し訳ありませんでした。と頭を下げた。係長、頭を上げてください。それについてはもう。私は首を横に振ってコーヒーを渡すと、空いている席を進めた。係長はどうしてこの会社に入られたんですか？突然の質問だったせいか、少し間が空いた。コネがあって楽だったからですよ。少し投げやりに聞こえるその言葉は彼の本心ではないと気づいていた。彼はいつもファッション誌を読み、誰よりも最新のファッションを把握していた。根っからのファッション好きだ。そして何よりパタンナーの仕事よりもデザイン画の方に興味を示していた。係長はデザインの方に興味があるのではないですか？彼は一瞬息をのみ、私を見つめた。どうしてそんなことを？あなたを見ていればわかります。パタンナーの作業中にうろうろしていたのは、デザイン画を見るためだったんでしょ？それを悟られないように、あれこれケチをつけていたのだろう。うろうろって、ひどいですね。彼は緊張が解けたように、少し笑った。どうしてデザイナーを目指さないんですか？あなたほど若くてデザインが好きなら、いくらでも目指せるのでは？係長はコーヒーを一口飲み、ため息混じりに語った。父に猛反対されたんです。僕は本気だったんですけど、うまく伝えられなくて。当時は派手な格好もしていたし、父からすれば何も考えてないように見えたんでしょうね。専務もパタンナーなら会社のコネもあるし、就職に困らないと考えたのだろう。親のエゴとも言えるが、その親心もわからなくはない。その後はもう自暴自棄になって、親に言われるまま進学して就職したってわけです。まだ諦めてないんだろう？彼は黙ってうなずいた。人生は長い。こんな五十過ぎの私でも、まだバリバリ働いて、新しいことを始めようとしているんですから。それにここは
デザインを勉強するのにとてもいい場所ですしね。二人で目を合わせて笑った。その後、係長がデザイナーを目指して勉強を始めていると聞いたのは高橋氏からだった。私と話した後、高橋氏のところへも謝罪に行った彼は、デザイナーを目指すためにやるべきことを教えていただけませんか?と直接お願いしたようだった。彼の真剣さは伝わり、高橋氏はそれを快諾した。吉川はすごいな。デザイナーの卵まで温めるとは。そう言って笑った。係長は人が変わったように仕事にも熱心になった。そして時々ファッション誌を見ながら私とも語り合った。私にはまだやり残したことがある。後輩たちを世界でも活躍できるレベルまで育てる。そして中島係長のデザインした服のパタンナーを務める。それまではこの仕事を続けていこうと思っている。50代後半にして新しい夢を持てたのだ。そのことがとても嬉しく感じた。